なたにとって幸せとは何ですか？ある人にとっては幸せとは自分の欲しいものが手に入ること、ある人にとって幸せとは愛する人と一緒に過ごす時間、幸せとはシンプルで心を込めて生活し真剣に愛しさえすれば草で編んだ指輪もダイヤのように輝くことができるはず。皆さんこんにちは、大久保真理子です。綺麗なものが好きなのは女性の天性です。しかし自分に似合う宝石を選ぶのはなかなか難しいものですよね。ゴールドにシルバーにダイヤモンド、あなたはどんな宝石が好きですか？どんな風に選べばいいんでしょうか？今日はこの後、今日の魅力妻の方にお話を伺っていきましょう。こんにちは。ですね、実は30代の女性の友人にネックレスをプレゼントしたいんですけども、うん、何かおすすめってありますか？ございます。こちらダイヤのネックレスになります。あ、可愛らしいですね。こういったタイプが人気です。なるほど、ありがとうございます。実は今日の魅力妻の方はこの目の前にいる千尋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来隊13年目の花村千尋です。実家は埼玉県、現在は主人の家業である宝石店で働いています。千尋さん、こちらのお店はご主人のご実家が営んでいらっしゃるお店で、ご主人は4代目と伺ったんですけれども、100年以上にもわたる歴史のあるお店なんですよね。はい、で今こちらで働かれているということで、もともと宝石と関係のあるお仕事をされてたんですか？いや、全然違います。じゃあご結婚がきっかけで、はい、宝石のことをいろいろ学ばれたんでしょうか？仕事をしながら、はい、学びました。それまでは一切宝石に関する知識はなかったので、はい、本当に仕事し始めてから、はいはい、勉強してます。じゃあもう本当にゼロから学んで、今はもうしっかり知識を入れて働かれてるってことですよね。はい、じゃあすごく興味があるんですけど、私もなかなかこんな本格的な宝石店でお買い物することって少ないんですけど、自分でいい宝石を選ぶポイントっていうか、まあ、シルバーであったり金であったり、あとはダイヤモンドであったり、どんな風に選べばいいのか、選ぶコツなんかってありますか？ゴールドの場合は、はい、まず重量と、うん、あとカラー、色ですね。色。なるほど、やっぱ重量が一番最初に。そうです、細身のものでも、うん、結構重量があるんですよ、本物は。でも偽物だと、うん、ちょっと軽かったりとか。なるほど、はい、そのなんかこれぐらいの細さだったらどれ何グラムとか、それ分かるのが頭にあるんですか？もう大体持ったら分かります。持ったら分かるんだ。もうこちらで働かれて大体何年ぐらいですか？大体9年です。じゃあもう結構しっかりベテランですよね。じゃあ例えばダイヤモンドの選び方で何か、うん、なんか参考になるようなことを教えていただけますか？ダイヤモンドの場合は鑑定書のあるもの、うん、でそれで GIA 証明書のものを、はい、おすすめします。 GIA 証明書というとどういうものなんでしょうか？こういった証明書になりまして、はい、でそれでこの、まあ、重量と、はい、あとカラー、はい、クラリティ、見せても大丈夫ですか？はいはい、なるほど、ここで本当に色と重さとクオリティと、あとカットですね。ああ、なるほどね、こういう証明書があるものをやっぱり選んだ方がいいということでしょうか？そうです、はい、じゃあ本当にもうこういう宝石店で選ぶと一番安心ですよね。なるほど。あとシルバーはどうやって選んだらいいですか？シルバーは、うん、成分を確認することです。はい、はい、シルバーの成分は925と、うん、あとピュアシルバーのものだと、うん、9999、はあ、専門的な。それはどうやって選んだらいいんでしょう？それ純度の問題ってことですか？純度の問題です。
と指輪とかネックレスに、うん、書いてあるので成分が。なるほど、はい、あ、大体全部書いてある。あ、そうです、書いてあります。なるほどね、うん、そんなのを気にしてみたことがなかったです。でも本当に台湾と日本の宝石店で一番違うなっていう思ってる部分が、台湾のお店って本当に金のアクセサリーとか着物とかがたくさんあるじゃないですか、はい、うん、やっぱり台湾の人にとってと日本人にとっての金の、重みというか、その日常的に使用頻度といいますか、全然違いますよね。そうですね、日本だとゴールドは馴染みのないものなんですけど、はい、台湾では結婚式、うん、あとは出産祝い、あと投資用、あと参拝の時とかで本当に身近なものになります。そうですよね。じゃあこの後、うん、金のことをいろいろ教えてもらってもいいでしょうか。はい、お願いします。あと日本人にとても馴染みのある宝石といえば、うん、この珍珠は真珠ですね、はい、真珠はどういうふうに選んだらいいかとかってありますか。やっぱ色とかもあると思うんですけど、うん、輝きってやっぱご覧になってわかるもんですか。そうですね、こちらは南洋真珠といって、はい、真珠の中でも真珠の女王と言われているものになるんですけれども、とまず輝きが違います。輝きが違う、もちろんもうすごくキラキラして美しいと思うんですけど、あと透明感ですね。透明感ですか、うん、やっぱ比べなくてもこうやってご覧になるだけでこれは南洋真珠だって分かりますか。わかります、やっぱこれは大きさが8ミリ以上の大きさが特徴になるんです、はい、そうなんだ、なるほど。例えば若い人に人気のものとかってどういうデザインになりますか。あ、真珠ですか、うん、真珠だったら、この、ダイヤがないもの一粒、あ、シンプルなものが、シンプルなものです、うん、じゃやっぱこちらのデザインだったら年齢が上の方というか。そうですね、お母様の年代におすすめです。他にアクセサリーでおすすめというかありますか。ダイヤモンドなんですけど、はい、こちらはマリコさんにおすすめです。もうこれは何ですか、マリッチリングというか、そうです、婚約プロポーズするときに台湾の男性がひざまずいてこうやってやる感じの時にやっぱり皆さん贈られる指輪なんでしょうか。そうです、うん、ねえ、でもこれも本当にキラキラしてて日常使いでも使えますか。日常使いでも使えます。はい、なるほど。でお隣にあるのがもうもっとキラキラ。そうですね、こちらは、いやこれもすごい輝きがキラキラですね。ちょっとつけちゃうとでもやっぱお料理とかの時には外した方がいいんですよね。そうですね、外した方がいいです、ね、こんなにいっぱいダイヤがついているから、続いてこちらのデザインはまたキラキラしてますけど、どういう方におすすめですか。若い世代から、うん、お母様の世代までどちらも似合うデザインなんですね。なるほど、これだったら娘さんとお母さん2人で兼用とかもできますよね。こちら真ん中が揺れるタイプになるんで、はい、つけて歩いていただくとすごい揺れてキラキラして綺麗に見えます。素敵。なるほど、ダイヤモンドはやっぱり日本でも台湾でもどちらでも人気なものですよね。そうですね、でやっぱり台湾と日本で宝石店で一番違う点って、台湾の宝石店は金の商品がたくさんそうですねあると思うんですけど、ゴールドが本当にメインになります。やっぱり宝石店でも一番売れるものって金ですか。そうです、ゴールドです。やっぱりそうなんだ、やっぱりいろんなお祝いするときに金を贈ったりする習慣が台湾にはあるじゃないですか、だからちょっと金のお話についてこの後伺っていきたいと思います。見てください、キラキラ。このゴールドはどういう時に贈られるものなんですか。結婚する女性に、はいはい、贈るものになります。これは誰から誰新娘に贈られるものなんでしょうか。男性側です。あ、男性側のお母様とかから、はい、から女性に、はい、神父さんに贈られるものなんですね。すごい、これ結構
やっぱり本物だから言われてたように重さがありますね。重量がドシンとくるような感覚があります。なるほど。じゃあ実際に千尋さんもこういう金を送られたんですか？お断りしたので、違ったものをいただきました。そうなんですか？でもこれっていただいたら実際に結婚式の時はつけるんですよね？結婚式の時につけます、はいはい、逆に結婚式以外ではどういった場面でこれ使いますか？あの多分記念に取っとかれる方が多いんだと思います。やっぱり大事にしまっておく感じなんですかね、うんうん、なるほどね。あと結婚式以外にもおめでたいことといえば、例えば私の両親は今年60歳で還暦を迎えたんですけど、そういった時にも金を送ったりしますか？はい、します。じゃあその時にはどういうものを送ったらいいでしょうか？これはあの私も父に送ったんですけど、はい、これイファン・フォン・スンって書いたあの船、はいはい、これはもう順調にことが運びますようにみたいな意味ですよね、はい、これは船がもう丸ごと金ってことですか？そうです。めちゃめちゃ縁起の良さそうな贈り物ですね。実際にこれをお父様に贈られた時、お父様はどういう感想を持たれましたか？あのすぐに売ってって言いましたでも今でもあの家に飾ってます。お父さん冗談でね。冗談で。なるほどね。やっぱり日本人にとって金ってやっぱりなんかお金から換金するものみたいなイメージもちょっとありますもんね。なるほど。あと隣にあるこちらとかも、こちらもジンサンルウィーも縁起のいい言葉の一つですよね。お正月に言ったりする言葉ですよね、うん、そうですね、うん、これはこの計りみたいなのがルイっていうものなんでしたっけ？そうです、はい、順調に物が運ぶものの象徴としてあるんですね。その隣は何の野菜ですか？隣はあの桃です。桃、はい、桃は何で桃なんですか？これあのソータオって言って、はい、であのちょっとあの長生きできますようにっていう。なるほど。これはまた還暦のお祝いにはすごいふさわしいような贈り物ですね。長生きしてねっていう意味もあるんですね、はい、なるほどね。いや面白い。本当日本といろいろ違うものがあるんですけど、例えばあの私最近お友達が出産ラッシュでたくさんあの出産祝いとか買う機会があるんですけど、そういった時にあのおすすめのものってありますか？お子さんにおすすめのものはこちらになります、はい、かわいい。こちら今年はあの、はい、豚年、あの日本だとイノシシ年ですけど、はい、あの台湾ではあの、ま、あの黄金の豚といって豚年なので。そうですよね、はい、こちらはあのブレスレットです、ね、ブレスレット、うん、すごい子供ちゃん用だからすごいちっちゃい。ここに4、5つですね、5匹の豚が、うん、すごい。めっちゃ可愛いですねこれ金を贈るのはやっぱりなんか意味があったりするんですか？金を贈るのはあの出産祝いには必ずあの、うん、ゴールドを贈るので、はい、そう私もあの日本のお友達が出産した時に、うん、で台湾に共通のお友達がいて、うん、じゃあ出産祝い一緒にしようかって言った時に、うん、じゃあ金を贈ろうって言われたんですよ、うん、でしかも金のスプーンを贈ろうって言われて、うん、でこちらで、ね、今見つけたんですけど、この金のスプーンっていうのはまた何か理由があるんですか？こちらラッキーアイテムです。ラッキーアイテム、はい、へえ。ここにあの小さく文字書いてるんですけど、はい、あのチャミンフークエって、はい、じゃあもう大きくなったらもうお金持ちになれるよみたいな意味があるんですね。あで本当にだからもうその時は冗談かと思って、うん、いやいや金のスプーンなんて送らないよって言っちゃったんですけど台湾の方がからしたら金のスプーンを受け取るとすごい嬉しいんですか？そうですね、嬉しいです。あそっか、うん、じゃあちょっと覚えて今度台湾のお友達が出産したらちょっと金のスプーンも候補に入れたいと思います。あとはこちらもネックレスとか今年の干支の豚、干支の豚、あとこちらもネックレスですね。で実際にお子さんにつけてあげるってことなんですかね？そうです。なるほどね。本当に台湾の人にとって金がどんなに大切なものかすごく分かりますね、うん、魅力自慢 in 台湾じゃーん結婚当時日本語教師になりたかった千尋さん、どのようなきっかけで旦那さんと一緒に宝石店を営むことになったのでしょうか。
ピシッと黒いスーツで迎えてくださった千尋さんはもうすっかりこのお店のセールスレディーとして働かれているわけなんですが、やっぱり外国でお客さんに向かって商売をするっていうのは簡単なことじゃないと思うんですね。なので彼女はすごく勇気があって責任感のある女性だなと感じました。もうなんか今ではバッチリプロフェッショナル感じでお店でもう問題なくやられてると思うんですけど、どういうきっかけでご主人のご実家のお店を手伝うことになったんですか？初めに、はい、来台してきた時に手伝ってほしいっていうことは、ずっと言われてたんですけど、もともとお話にあったんですね。なかなか自分の気持ちが手伝いしようっていう気持ちになれなくて、でもいつまでもフラフラしていられないなと思ったので、はい、子供が入園してから、手伝うことにしました。なるほど。やっぱりその最初は心の準備というか、まだ、全然中国語も喋れないでいきなりお手伝いもなかなかできないですもんね。でご家族の方も理解していただいて、そのやっぱ気持ちの整理がつくまで待ってっていう感じですか？なるほど。じゃあお店を手伝われる前、お子さんを産む前は何のお仕事をされてたんですか？出産前は、仕事はしてなかったんですけれども、産後週に1回から2回、日本語を教える仕事をしていました。なるほど。それは千尋さんがもともと自分でやりたかったお仕事ですね。そうですね、そのお仕事を辞めてやろうって言ったのはやっぱりご家族がぜひ手伝ってほしいっていうことでだったんですか？そうです、はい。じゃあそのやっぱり子供さんが幼稚園に入るタイミングでって言われてましたけど、それに向けてやっぱ気持ちの準備もずっとしていた。そうです、気持ちの準備はしていました。じゃあ何かきっかけで自分の気持ちが定まったきっかけってありますか？定まったきっかけは、やっぱり娘が、入院して自分の時間ができたので、それで、徐々にお手伝いしようかなっていうふうに思いました。でもその頃には中国語の自信も結構持たれてたんですか？自信はそんなにないです。やっぱりセールストークとか、あと宝石に関する知識っていうのが本当に乏しかったので、本当に仕事をしながら勉強した感じです。やっぱりお客さんに向かい合ってお話しする機会が多いお仕事だと思うんですけど、やっぱり専門用語、先ほど言われてましたけど、本当に私でも多分今でも8年住んでますけど知らない中国語たくさんあると思うんですよ。そうですよね。本当に金の専門用語だったり銀の専門用語だったり、証明書の専門用語であったりとか、もうそれも今でも勉強中です。一からも自分で勉強されたんですか？はい、そうですね、中国語の本があるんですけど、その本見て勉強すると途中で眠くなっちゃうので、日本のインターネットで、勉強して自分で翻訳して、それで覚えたりしてます。大変。じゃあもうお店に出てる時間以外にも家でもお仕事に関係して自分の時間を使うような日々も長かったんじゃないですか、最初は？はい、たまにあります。でも実際にお仕事されてどうですか？今すごくやりがいを感じてらっしゃいますか？そうですね、やりがいはあります。でもきっと大変なこともあったと思うんですけど、ありますか？大変なことは、今でもそうなんですけど、台湾語をお話しされるお客さんが来た時には、やっぱり私も接客ができないので、台湾語も覚えていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。そうですよね。接客業でも例えばファーストフードとか、ああいうところだったら結構、売ってるものの金額とかもそんなに高価なものでもないし、割となんかカジュアルな感じで、勉強しながらやっていくっていうのは分かるんですけど、宝石ってすごく高価だし、なんか売るっていうのもなんかすごく責任が伴うっていうか、なんかやっぱ年配の方とかも来られる機会が多いと思いますし、すごいですね。なんか本当にすごく勇気を持ってなんか決められたんだなって思うんですけど。そうですね、度胸はつきました。
時をやっぱつきますか。つきます、ちょっと変わったお客さんというか、まあ、接客業には絶対ありがちだと思うんですけど、うん、ちょっと困ったなっていうお客さんとかもいらっしゃったりしますか。まあ、あのディスカウントを要求してくるお客さん。ちょっと変わったお客さんというか、まあ、接客業には絶対ありがちだと思うんですけど、うん、ちょっと困ったなっていうお客さんとかもいらっしゃったりしますか。まあ、あのディスカウントを要求してくるお客さん。やっぱ台湾でお買い物するときはあの市場とか行ってもね、例えば15元のネギを10元に分けてくださいとか結構もうバンバンね言うお母さんとかもたくさんいらっしゃいますけど、でもこういう高価なものだと余計あるんじゃないですか。そうですね、余計結構あの大きな金額でディスカウントを要求されるあの方もいらっしゃるので、その時にはちょっと困ります。でもディスカウントもちょっとは もちろんします。なるほど、はい、でも例えば10万件のものを5万件にしてくださいとか。でもそういうお客さんもたまにいたりしませんか。いますよね。そういう場合どうするんですか。あの丁寧にお断りいたします。でも丁寧 に、でもこの笑顔でこ、ね、はっきり断られるとあ入ってなるほどね、まあ、最終的にはやっぱりご主人も一緒に手伝ってくれてっていう感じですか。そうですね、日本でもお仕事されてたと思うんですけども、はい、日本でされてたお仕事とあの台湾でまたゼロから学んで今お仕事されている中で、達成感とかの部分で違う部分ってありますか。商品を売るっていう面では、その達成感は同じです。やっぱり売れたら嬉しい。売れたら嬉しいですね、じゃあ今あの初めて物をセールスして売れた時の時って覚えてますか。覚えてます。覚えてるんだ。ゴールドの指輪だったんですけれども、もっともお手伝いしてくれたお手伝いしてもらったって一緒に売ったっていう感じだったんですが、今でもはっきり覚えてます。どんな思いでしたか。本当に正直に嬉しかったです。自分で売れたっていうような感じで、そうですよね、やっぱ外国でですよ。そうですよね、はい、外国のお客さんに自分のセールスというかその説明をして、気に入って納得して買ってもらうって、ものすごいことだと思います。なかなか簡単ではないことだと思うから、今でもそうやってなんか最近なんか売れて大きなものなんか覚えてるものとかありますか。最近去年に、ワンカラットの、指輪を、売りました。どうでした気持ちは。単純に嬉しかったです。嬉しかった。やっぱりなんかこういう宝石ってなんか買う人にもなんかすごい自分のストーリーがあるというか、記念の日だったり、そういう結婚のプロポーズする男性が買いに来たりとか、すごいなんかストーリーのあるものじゃないですか。だからなんかやっぱそれにちょっとお手伝いできたみたいな面でもやっぱ嬉しいですよね。そうですね、私がおすすめしたものを、購入していただいて、後日お客様から、本当に妻だったり友達が喜んでたっていう話を聞くと、本当にやりがいを感じます。本当お客さんのすごい大事なメモリアルな日にちょっと立ち会えたような感じがしますよね。いや、素敵なお仕事だなって思います。ありがとうございます。魅力自慢 in 台湾じゃん。結婚されて間もなく千尋さんは出産し母になりました。子育てと商売を学ぶ中、千尋さんにかかっていたプレッシャーも少なくなかったはず。どうやって発散しているのか聞いたところ、甘いものを思いっきり食べるとおっしゃっていた千尋さん、今日はせっかくなので思いっきり食べていただきましょう。それではこの後は千尋さんの大好きな甘いものを思う存分食べていただこうと思うんですが、その甘いものは自分たちで作りたいと思います。じゃじゃーん。甘いもの手作りどうですか。
や、お菓子作りはほとんどしたことないので、はい、緊張してます。緊張されている、うん、そんな千尋さんのために今日は先生に来ていただきました。シュフェン老師、よろしくお願いします。それでは作っていきたいと思います。今日作るものはこちらの材料で、うん、何だと思いますか？タルトですよね。このタルトのケースがあるので、それではタルトを作っていきたいと思います。じゃあまずは祖先、まずはこれの、あ、はい、これはコーンスターチかな、ミーフェンを入れていきます。そして次は、はい、お砂糖加えて、あ、私だけがやったらあれだからね。千尋さん、せっかく、そう、千尋さんね、甘いもの大好きって言われてたからぜひ覚えて帰ってください。全部、ね、はい、全部ですか？全部、はい、入れて、これ入れていいですか？はい、はい、お願いします。卵を割るの緊張するんでしょここでいいんですよね？そうです。はい、はい、そしてやおちゃん、パンマン混ぜますか？混ぜてください。混ぜる、はい、今日は千尋さんが美味しいタルトを作ってくれます自分で食べるものは自分で作るとますます美味しいということで、はい、どれくらい混ぜるんでしょうか？クリームソース、あ、カスタードソースのことかな。あ、カスタードソース、カスタード作れるようになったら何でも作れるじゃないですか。そうですね、シュークリームもタルトも、ね、ケーキもいいですね。私も覚えて帰ろう。どれくらいですか？いや、どれくらい混ぜるの？オッケー、早い、結構簡単。はい、そして牛乳を、じゃあこれ私入れますね。はい、お願いします。はい、牛乳を入れていきます。まだ火はついていない、はい、未開放、まあ、はい、はい、そして、はい、砂糖家庭用意されてるとね、いいですね。混ぜますか？いやいや、混ぜてください。譲り合い、混ぜていきます。これで中のお砂糖が全部混ざったらいいぐらいかな。沸騰するまでだそうです。なるほど、結構長く混ぜるんですね。ね、これはずっと混ぜ続けるんですか？違う、やいつちゃうパンマ、はい、おー、パンマしちゃう、あ、焦げちゃうから。なるほどね、焦げないようにじゃあちょっとやってみますかこれぐらい、焦げるかね、ちょっとじゃあ私がやりますね。はい、あ、これは何でしょうか？これ何ですか？サンチャお茶、バニラビーンズだ。バニラの匂いするのかな。おー、美味しそうな香りが。な、本当だ、バニラのすごい匂いがしますね。これを直接ですか？直接。本当？ピョン。那个已经泼过了。ああ、もう割ってあるからそのまま入れるんですね。なるほど。わあ、なんか出てきた黒い点々が、このバニラの。本当だ。ああ、バニラの種が出てきてますね。これがいい香りのカスタードを作るポイントなんですね。わあ、なんか。ちょっといい感じに美味しいものができる予感がしてきました。OK、OK、OK。あ、ちょっと本当にプツプツってちょっと沸騰したぐらいでいいんですね。はい、なるほど。すごいバニラがいっぱい出てきた。はい。あ、温度を下げていくんですね。なるほど。大体何度でしょうか？大概値どうな？あ、60度。え、もう60度になりました？もう両親どうま？はい、60度になりました。はい、3分の1入れるそうです。じゃあ3分の1入れていきますか？3分の1、はい、わかりました。あ、オッケーオッケー、結構3分の1より少なかったですね。はい、なるほど、カスタードってこうやって作るんだね。そうですね、ね、うん、ホイライ、こちらをこちらに入れる。はい、あ、へえ、
卵が固まっちゃわないように冷やしたのにもう一回沸騰させるんですか。はい、いやー全部入れちゃいました、カスタードの素そしてもう一回火にかける。あ、混ぜる混ぜる混ぜる、はい、どうぞほら、これでこそね、2人で作ったっていうね感じじゃないですか。ずっと混ぜ続けて、そして固まってくるんでしょうかね。すごい、ゆうな、ゆうに行くうま、あー、1個1個ちょっと塊が出てくるそうです。見て今一瞬のように固まった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 全部ですか、全部吗、全部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 入れます。なんかあっという間に突然固まりましたね、突然すごい、おしゃべりしてたら突然固まった。わあ、おいしそう、すごい弾力のある弾力がすごいです。完成、ワンちゃんだ結構簡単、カスタードもできた。それ拿拿去冰起来、あ、これ一回冷やすんですね、はい、OK です、来ました。でもその千尋さんは、うん、その夜でも甘いもの食べたいってなることがあるんですか、うん、お仕事終わるの遅いと思うんですけど。え、6時半です、はい、あ、6時半から6時半に終わって、うん、でそれであのだいたい7時前に家に着きます。へ、うん、じゃあ甘いものはそのどのタイミングで食べることが多いんですか。あの、その後テレビ見ながら。あ、テレビ見ながら、甘いものだいたいどれぐらいに1回食べますか。どれぐらいに1回、あのお菓子は毎日食べるんですけど、あのスイーツだと週に2回から3回です。へ、うん、本当に甘いもの大好きなんですね。じゃあこれ作ったらもう冷蔵庫にずっと入ってたらもうこれピッピッてスプーンですくって食べれちゃいますねすごい、こんな簡単にカスタードができるんだ、ね、知ってました。知りません作ったことないです、ね、でもこれだったらお家で簡単に作れそうですよね。作れそうですね、うんうん、これはいいな。これで今冷やしてるんですね、下。あ、もう全部先生にやってもらってるけど。私も。はい。貼住。はい、サランラップでくるんでおきます。放到冰箱冷藏。はい、これを冷蔵庫に入れて冷やして完成です。お菓子作りが幸せの種のように、このハッピーな一角に落ちて広がっていきますように。というのは、ここの教室のオーナーが教室をオープンさせた時に思った願いだそうです。千尋さんにもぜひお菓子作りを通してひとときのハッピーな時間を過ごしてもらいたいなと思います。本当は 3,4 時間ぐらい冷やさないといけないそうなんですが今日は撮影なので先生が特別に冷やしてくださったカスタードを使わせていただきたいと思います、うん、はい、これをカスタードをですね、はい、あの絞りの中に入れていくんですが、はい、この作業ちょっと、はい、入れます、持ちますよ、共同作業しっかり入れていきます。え、これぐらいかな、はい、できました。これを下に行くように、はい、全部ね全部絞りたいから欲張りだからねはい、こんな感じで完成。はい、絞っていきましょう。じゃじゃん、まだまだ上の方だった、まだトントントンってこうやって絞っていくそうです。それではタルトのカスタードを絞っていこうと思うんですが、まずは先生にお手本を見させていただきましょう。お願いします。真ん中から円を描くように、すごいバラの花のように綺麗に
絞っていくんですね。完成ということで、この先生に習って一緒に絞っていきましょう。一人三つ。一人三つ。はい。起きながらくるりと回して絞っていきます。たっぷりの方が美味しいよね、クリーム。はい。お、クリームの量がちょっと遠慮しましたね、千尋さん。遠慮しました。遠慮なく、もういっぱい。先生、これどうですか？ごめん、クイーマン。はい、OK、OK。お、クイーマン。多一点。多一点。多めに。多めに。大丈夫、大丈夫。千尋さん。はい、OK、OK。やっぱりカスタードクリーム、多めが美味しいですもんね。なので、遠慮なく思い切りも全部絞っちゃうぐらいで、絞ってください。絞りにくいですか？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。いやちょっと最後の方足りなくなるかもね。はい、じゃあ周りこれで最後のやつがスペシャルクリーム多め、ありがとうございます。千尋マリコスペシャル、じゃじゃーん。はい、できました。全部のタルトのクリームが絞り終わりました。じゃじゃーん、じゃじゃん。お菓子作りが得意な人が綺麗で美味しそうなデザートを作っているといつもいいなと思っていました。フルーツタルトというとそんなに難しくなさそうな気もしますが、私と千尋さんはうまく作れるでしょうか。クリームを絞り終わったので最後はフルーツを盛り付けていきたいと思います。フルーツの盛り付けも先生のお手本お願いします。はい、好きな果物を乗せていきます。マンゴー、たっぷり。今ね、マンゴー美味しい季節になってきましたよね。千尋さん、マンゴー好きですか？まあ、大好きです、ね、本当に台湾のマンゴーはめちゃめちゃ美味しいですもんね。でも日本だったらなかなか高くて、ね、なんか思いっきり食べれないじゃないですか、でも台湾だったら1個100円ぐらいで売ってますよね、結構買いますか？普段も買います。買います。買います。好きですか？好きです。あ、いろん全部いろいろ乗せていくんですね。オッケー。あ、でも本当に好きなだけ乗せればオッケーなんですね。ほいほーい。この上でありますか？はい。OK です。おお結構なんか自由な感じでいけそうですね。そう、自由な感じで。そう、クリームこうやってちょっと見栄え悪いなと思っても全部果物乗せちゃえば OK だから。はい、いきましょう。じゃあマンゴーか。はい、そう、マンゴーね、美味しいんですけど、実は私マンゴーアレルギーなんです。わー、もったいない。そう、もうマンゴー大好きすぎて、台湾に来たばっかりの頃に半年間毎日マンゴーを食べてたら、なんかやっぱりね、マンゴーって強い食べ物みたいで、アレルギーが出る人もいるらしいんですよ。だから毎日は食べちゃいけないみたい、いくら美味しくても。でも千尋さんは、ね、そう、残念なんですけど千尋さんは思いっきりマンゴー入れてください。はい、角切りマンゴーもあるし、こっちスライスしてるマンゴーもある。じゃあマンゴーたっぷり。マンゴーたっぷり、もう私の代わりに食べてください。マンゴー食べたい。でも食べれないから、私はマンゴーがなくても美味しそうに盛り付けていきたいと思います。ぶどうもね、美味しいですもんね。美味しいですよね。そう、台湾も本当にフルーツ天国だからね、フルーツなんでも美味しいですよね。そう、安いし美味しいし、そう、ぜひ日本の皆さんも夏のフルーツの種類が多い時に来てください、あれ、これどういう風にやるんでしたっけ？トントントンってやればいいですか？いいですか？今日は千尋さんがお菓子が大好きだということでお菓子作り教室にやってきましたが、バターと甘いバニラの香りに包まれて本当に幸せな気分になりました。なかなか家では一人では食べきれないので作ることが少なくなっているんですが、たまにはこんな風に仲のいい友達と一緒にお菓子作りをするのもとってもいい時間だなと思いました。普段なかなかケーキ作りをする機会がないんですけれども、今日ケーキを作って、
てマリコさんと一緒におしゃべりしながら食べられて本当に楽しかったです。フルーツタルトが完成しました。じゃじゃーん。千尋さんどうですか、出来上がり見てみて。美味しそうです。美味しそうですよね、うん、なんかちょっと売り物みたいに上手にできたと思いませんか。ちょっと食べたいですよね。食べたいですね。ということでどれを食べたいかなっていうのをもう自分の目の前に用意して、やっぱマンゴーを選びましたか。はい、マンゴーめっちゃいっぱい乗せてましたもんね。私もマンゴー食べたいんですけどアレルギーになっちゃうのでこのブドウのものにしました。はい、それでは早速いただいてみましょうか。はい、まちひろさんからどうぞ。いただきます。どうぞ。いっぱい乗せたから、うん、マンゴーがこぼれちゃった。どうですか、お味は。うん、美味しい。美味しいですか、うん、甘いです。甘いですか、うん、お、あとマンゴーが酸っぱくって、うん、マンゴーの酸っぱさと、うん、あとカスタードクリームの甘さが、うんうん、合います。マッチして美味しいです。いいなマンゴー食べたいけど。こっちのブドウも美味しそうです。いただきます。うんうん、タルトもサクサク。このタルトも先生が先に手作りしてくれてたやつなので、もうね、この層とかもね、サクサククッキーがもうポロって口の中に入れたら溶けちゃって、このカスタードも軽くて美味しいですね、うん、なんかもし甘さとかもちょっと甘いなって思ったら砂糖の量を自分で調整してしまえばね、自分の好きな甘さにもできるから、手作りのカスタードできるようになったらめちゃめちゃ良くないですか。ね、いいです ね、うん、旦那さんは甘いもの好きですか。好きです。あ、うん、じゃあ旦那さんのためにもその旦那さんの甘さ加減も調整して知ってると思うので調整して作れますよね、うんうん、台湾に嫁いだばかりの頃、言葉も通じず慣れない環境の中で千尋さんはどうやって自分を強くしてこの土地に溶け込んでいったのでしょう。カナダに留学をされてた千尋さん、はい、でその時日本にいるご家族はもちろん留学の期間が終わったら日本に帰ってくるんだと思って実際に帰られたと思うんですけど、うん、その時にカナダで今のご主人、台湾人の彼氏ができたよって言った時、うん、ご両親どういう反応でしたか。いや、びっくりしてました。何なんか言われてましたか。いや、特に何も言ってないんですけど、うん、とにかくびっくりしてました、言葉にならなかったんだと思います。あー、なるほど、うん、でもその彼氏がゆくゆくは旦那さんになるということで、うん、ご結婚されるって報告された時は一人で報告されたんですか。あ、そうです。あ、初めは母に報告して、はい、母から父に報告してもらいました。あ、やっぱ直接お父様に報告しなかったのはちょっと言いづらいところもあってですか。特に言いづらいとかじゃないんですけど、うん、父は忙しくてあんまり家にいる人じゃなかったので、なので母から父に。あ、そうなんですね、うん、じゃあその報告する前は、うん、その彼氏だった旦那様を、うん、ご両親には紹介する機会っていうのはあったんですか。ありました。なるほど、そういうご紹介も経て結婚します、うん、で結婚するって報告に行った時ご両親はどういう反応でした。あ、もう先に私から報告してたので、うん、でまだただ顔合わせみたいな感じで、うん、じゃあ全然反対とかなんかそういうのは全くなかった、うん、特にないです。あ、そうなんですね、うん、すんなり。でも実際に千尋さんが台湾に渡るっていう、うん、その日はやっぱりご両親もすごく寂しかったんじゃないですか。寂しかったと思います。私も寂しかったですし、うん、寂しかったですか、うん、空港で別れの時とか印象に残ってたりしますか。空港で別れたというより家で別れたんです。家で別れた、うん、空港ちょっと遠いので、はい、で、はい、空港まで来なくていいって。じゃあ空港お家で別れる時、うんうん、に何かかけられた声かけられたこととかありますか。その前日に、うん、荷造り一緒に準備してた時に、うん、多分苦労はするけど、うん、あなたなら大丈夫よって言われました。へ、じゃあお母様が。あ、そうです。へ、じゃあお父様は。あ、父は出張でいませんでした。あ、
じゃあ結構お父さんお忙しくされてるから。そうです、あの月の3分の2は家にいなかったです、うん、あ、うん、じゃあもうその報告とかも全部お母様を通してみたいな。 う、うんうん、あ、うちもそんな感じです。はい、うちの父さんもそうですね、うん、結婚するよとか彼氏ができたよとか言っても全部母から聞く感じで、うん、同じですもん ね、 同じですね。日本人のお父さんでそんな感じですよ ね、 そんな感じですよ ね、 結構ね、うん、でもやっぱりそのお母様もなんか今まで自分で道を切り開いてきた千尋さんに対してすごい安心感があったんですね、うん、あなたなら大丈夫よって。そう、なんかその信頼は信用はしてたみたいです。うーん、なるほど、うん、で実際に台湾に来られることになったわけですけど、うん、台湾に来られる前、うん、今の旦那さんとお付き合いする前の台湾に対する印象ってどんな感じになりました？台湾の印象は、うん、あのリビアンスーさんしかビビアンスーさんの印象でした。ビビアンスーさんがそうです、日本ですごいブラックビスケッツ、そうですそうです、あのその されてましたもんね、うん、あのそのタイミングって歌われてたじゃないですか、はいはい、それでタイミングっていうやつですね。そう、なんかそれよくカラオケで歌ってたので。あ、同じ世代ですね。私も歌ってました。しかもめちゃめちゃ可愛くてね。そうそうそう、可愛くて、うん、バラエティでも大活躍されてましたもん ね、 ね。なるほど、ビビアンスーさんの印象、その他は特に、その他特にないです、はい、なるほど。じゃあ台湾に初めて旦那さんのきっかけで来られた時、うん、じゃあ台湾の第一印象、実際に見た時の第一印象ってどんな感じでしたか？空港からすぐ臨港まで来たんですけど、うん、あの主人からあの田舎だよとは聞いてたんですけど、本当に田舎でした、はい。あ、うん、初めて来た台湾が臨港だったんですか？臨港です、そうです。なるほど。14年前です、ね、14年前の臨港、うん、今でこそ臨港といえばもう大きな豪華マンションがもうずらーっと並んでいて、うん、アウトレットとかもできてなんかすごく賑やかになってますし、うん、今は MRT も通ってるし、うん、たくさんの方が住まれてる街ですけど、うん、14年前の臨港はどんな感じだったんですか？14年前の林港は何もなかったです。もうほとんど全部さら地で、ここ今のこの場所も、うん、全然あの何もなくって、へ、うん、全然想像できない。もう今すごい開発が進みすぎて、うん、そう、でもそんな時にそのさら地の林港を目にしてどういう感想を持たれました？うん、寂しい寂しい寂しいってまず何がないのが一番なんかちょっとショックでした。なんかまあ、デパートとかカフェとか、うん、はい、そういうのが、うん、全然ありませんでした。あるのって言えば、ま、あのうちの家の近く の、 あの有名なお寺あるんですけど、はいはい、お寺と、うん、あとあのラオジエと、はい、あとあの病院、あのチャングイン医院ってあの大きな病院があって。なるほど、じゃあもうその3つです。旅行に来て、初めて臨港に来て、うん、じゃあその時は旦那さんどこに連れてってくれたんですか？お寺です。お寺やばい。その当時旦那さんの臨港の連れて行かなきゃいけない観光スポットはお寺だった。なるほどね。台湾のお寺も日本のお寺と違いますもんね。あ、そうです、結構見どころのカラフルで。なるほどね。あとあの冬がすごい寒い、もうびっくりしました。それは確かにすごいあったかいと思ってたんで、日本の方は結構ね、台湾は寒い日なんてないんでしょって思ってる方多いと思うんですけど、うんうん、実は冬めちゃめちゃ寒いですよね。すごい寒いです。特に、うん、あの臨港って台北と比べ、あの冬の気温比べると5度低いんで。あ、そうですか。そうです。台北から帰ってきたら、例えば台北があの15度とかだったら、うん、臨港戻ってきて10度になってたり。あと湿気があるから湿度が高いと体感温度が、うん、なんか冷たい水に浸かってるみたい な、 なんか刺さる寒さですよね。すっごい寒いです。あ、わかります。宝石店でのお仕事以外にもう一つ千尋さんにとって大事な生活の中心、それは家族のお世話をすること。子供たちの送り迎えに家族のための食事の準備、千尋さんはほとんど全部自分でやっているそうです。甘いものを食べた後は千尋さんにお家へお招きいただきました。子どもさんたちと一緒に食卓を囲ませていただいて、引き続き台湾での生活を伺っていきましょう。
方では車って欠かせないですよね、生活に。欠かせないです。今は MRT もありますけど、やっぱり10年前とかだったらみんな大人一人一台車を欠かせない感じですか？そうですね。そうですよね、うん、日本でも車ってしょっちゅう乗ってらっしゃいました？しょっちゅうではないですけど、はい、週末は乗ってました。あ、そうなんですね。じゃあもともと日本で免許をお持ちで、うん、台湾でもそのまま乗っているっていう感じですか？そうです。でも免許の書き換えって簡単にできるんですか？あ、今はなんか簡単に、はい、日本の免許持っていたら、うん、台湾の免許に書き換えられるみたいなんですけど、うん、はい、私が嫁いできた13年前ぐらいは、うん、その日本の免許証は日本の免許証、台湾の免許証は台湾の免許証っていう感じだったので、はい、取りに来ました、教習所に。台湾で？そうです。台湾で教習所に通ってたんですか？はい。それは台湾に来て何年ぐらいの時ですか？1年半ぐらいかな。じゃあその時、うんうん、中国語は、ま、生活に使う日常のことだったんで。本当に簡単な。でもそれぐらいで、教習所だって教習所で出る問題とかも全部中国語なわけじゃないですか？中国語なんですけど、はい、日本語で試験受けれました。あ、そうなんですね、はい、うん、ちゃんと日本人の方が受けれるように日本語訳も用意されてる？そうです。あ、日本語訳は用意されて、パソコンで用意されてました。そっか、それで、まあ、問題なく教習所もクリアされたって感じですか？そうですね、問題なく、はい、日本の教習所と台湾の教習所ってどういう違いがあるんですか？一番難しかったのが S 字バックがあったんです、こっち。 S 字バック？そうです、S 字で行って S 字で戻る、はい、S 字で戻るんですか？バックも S 字で？バックも S 字で、それがすごい難しくって、もう全然できなくって。そっ か, そ, なんか そこがすごい難しかったです。でも実際に台湾で車を運転してて日本と違う部分とかって結構あったりしますか？バイクが多いのと、あと監視カメラが多い。監視カメラ多いですか？監視カメラには私しょっちゅう撮られるんです。結構見かけによらず飛ばしてますか？スピード違反は2回、赤信号無視2回。あと劣化されたことも2回あります。あ、止めてて。なるほどね。止めてて。あと民衆に取られるのがあるんですよ。何ですかそれ？普通の、私とかでも違反してる車が前にいたら、はい、スマホでこう撮って、はい、警察に送るんですかね。そうすると お金がいただけるか。それ通報すると、通報した人がちょっとなんかご褒美みたいなのがもらえるってことなんですか？っていうふうに聞きましたけど、すごい。それはちょっと油断できないとか、取り締まりがきちんとされる上ではいいのかもしれないです。それでも2回取られました、私。すごい見られてますね。見られてます、ね、運転するときは気が抜けない、気をつけないといけない。なるほど。この停止線をちょっと超えただけなんですよ、はい、停止線を超えただけで、はい、後ろの車の方から取られたみたいです。それ2回ですよ。同じことで、同じ輪行内で。輪行内で、つい1回が通報されたらちょっと即です。本当に気を張って運転しなきゃいけないってことなんでしょうかね。あとバイクが怖いです。あ、そっか。事故は全然したことない。事故は起こしたことないんですけど、もうヒヤッとしたことなら何回もあります。本当ですか？バイクの量はね、日本とは全然比べ物にならないくらい多いですよね。そっか。でも今普段は本当に一家に大人に一人一台車を持ってるっておっしゃってましたけど、どこでも車で行けちゃう感じですか？2時間以内だったら。2時間以内でも2時間以内だったら結構台湾内だったらめっちゃどこでも行けますね。そうですね。もう2時間超えるとなんか疲れてきちゃうので、もう集中力が切れちゃう。だって台北だって1時間もかからないで行くじゃないですか？かからないですね。
で南の方だったら2時間だったらどこまで行けますか？2時間だったら台中の手前ぐらいまで。ザンファーぐらいまで行きますよね。まあ、ザンファーまで行かない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 新中ぐらいですね。車窓からの風景は映画フィルムのように変化を遂げ輝いています。異国での生活も毎日がたくさんの変化の連続。千尋さんも同感してくれるでしょうか。わー千尋さんありがとうございます。お疲れ様です。お料理は全部台湾料理じゃないですか？そうです。普段から台湾料理作られるんですか？作ります。すごい。ご紹介していただいてもいいですか？あ、はい、はい、これがビーフになります。台湾ビーフ美味しいですね。で、次にあのタケノコと味噌、はい、タケノコの味噌炒め。台湾と日本の融合みたいな感じ。そうです。オリジナル料理ですか？いえ、あの習得から受け継いだ料理です。すごい。そしてこちらのスープは、これが、唐辛子、青唐辛子と鶏のスープになります。はい、これってポーピーラーチャオっていう台湾の有名な唐辛子ですか？はい、これも調理できるんですか？すごいですね。本格的な台湾料理。そしてこちらは、これは、はい、あの主人のおばあちゃんが作ったあの伝統、台湾の伝統的なタケノコと、はい、とあのスワンサイ、はい、スワンサイのスープです。白菜、白菜。そうです。これが、あのさつまいもの葉っぱの和え物。台湾のさつまいもの葉っぱ美味しいですもんね。美味しいですよ、ね。日本じゃ食べれないから。はい、じゃあ早速ビーフンをいただきたいと思います。台湾のお袋の味ですよね、これは。そうですね。あ、いい香り。香りが、この口の中にも旨味がすごいですね。あ、本当ですか？味もしっかり美味しい。ありがとうございます。これ本当にいくらでも食べれそうですよ。教えてほしい、これの作り方。これはお母さんの味と似てますか？まあまあ、そうだ。いや、同じ。すごい、やっぱり普通で。毎日一緒にお母様と食事されてるんですか？そうです。でも最初はこの味を、お母さんと同じ味を再現するの大変じゃなかったですか？もちろん、大変です。今日は味が、これが足りないわよとかも教えてもらいながらですか？あ、そうです。すごい。でも今ではもうささっと、これ何分ぐらいで作れちゃうんですか？10分、15分ぐらいかな。なんかあの材料用意するの結構時間がかかるんで、炒めるのはすごい早いです。炒めるのは5分以内で、で干し椎茸に戻してとかね。でもその炒める時って大きい中華鍋になる。あ、そうです、大きい中華鍋です。すごい。いや、私台湾のあのお母さんが使ってるお鍋、重たくて片手で持ち上げられないぐらい。あ、そう、すごい重いですよね。ですよね。あれ使ってやってるんですか？あ、そうです。あ、だけどあの取って2つあるので、はい、こうやってますから、こうやってこうやって。あ、すごい。本当にすごいです。美味しい。あ、結構使いやすいですよ、慣れたら、でも片手でね。でも重量感あった方が。今は筋肉ついてます。そうですよね、左手筋肉ついてます。今日のビーフンは美味しいですか？美味しいです。パクパク。結婚生活を維持することは簡単ではありません。
ましてや国際結婚においては今までに様々な試練があったことでしょう。千尋さんはどんな風に過ごしてきたんでしょうか。千尋さんの料理がめちゃめちゃ美味しくて食べ過ぎちゃいましたありがとうございますちょっと後でまたレシピ教えてくださいね、はい、デザートをいただきながらまたお話を伺いたいと思います、はい、かわいいいちご、いちごありがとうございます。いちごね、いちごをいただく。千尋さんとご主人はどんな風に出会ったんですか。カナダのバンクーバーで知り合いました、うん、はい、それは留学で行かれてたんですか。そうですね、うん、私は短期だったんですけど、はい、主人は1年間1年間行かれてて、はい、留学は学生時代を経て行かれたってことですか。そうです、初め仕事、卒業してから、うん、仕事をして、うん、でそれで、お金を貯めて、うん、それでカナダに行きました。うん、何かやりたいことがあってというか、仕事のスキルアップとして、うん、英語を使った仕事に就きたいなって思ってたんですけど、現実つけなかったんですけど、結果でもそこで台湾 の, 男性旦那さんと出会って、うん、そしてどういうきっかけでお付き合いに至ったんですか。語学学校で、うん、クラスが同じだったんです、はい、でそれで初めて見た時に、優しそうな人だなって思って、はい、でそれで、みんなクラスのみんなで、うん、大体出かける機会がたくさんあって、うん、それで徐々に仲良くなって、はい、でそれで、付き合うようになりました。旦那様から結構注意って言うんですか、中国語だとあれですけど、結構追いかけられたりした感じですか。そうですね、なんか台湾の男性って結構なんかロマンチックなイメージがあるんですけど、うん、そのロマンチックなことはないんですか。うちの主人はそう、全然ないです。ロマンチックなとか結構硬派なタイプの方だったんですねなるほど、そんな感じでお付き合いを経て、うん、台湾に来ることになったんですか。そうです。もうなんかお互い、はい、私短い期間だったんで、うん、なんか帰らなくちゃいけないっていう風になった時に、はい、ちょっと将来を考えてるんだって、はい、主人から言われまして、それででもその短い期間だったらすごい短い、出会って何ヶ月ぐらいですか。出会って3ヶ月半。出会って3ヶ月半で、うん、将来のことを考えてるんだ千尋とって、そうびっくりしちゃって、もうそれプロポーズみたいな感じじゃないですか。そうですね、今思ったらそれがプロポーズ、それがプロポーズです。結婚してくださいとかそういうの言われたことなかった、ないので、じゃあもうピピピッときた、もう旦那さんにとって千尋さんは運命の人だったんです。すごい、恥ずかしいけど、でもめちゃめちゃロマンチックな話じゃないですか。全然違います。どんなシチュエーションで言われたんですかそれ。いやもう帰るし、うん、これからどうするっていう風になった時に、はい、将来考えてるんだみたいな。へー、でも実際びっくりしましたよね、本当に。そんなこと言われると思われなくて、そうなんか日本に帰って、うん、でそれで結婚するとしたら、はい、台湾で暮らすことになるじゃないですか。そうですよね、全然考えられなくって、3ヶ月、うんね、一緒に会っただけの男性っていうことですもんね、うん、その時のすごいなんか素直な感想はどういう気持ちだったんですか。結婚したい、私も一緒に結婚っていう云々じゃなくって、うん、一緒にはいたいけど、でも仕事があるから帰らなくちゃいけない、経済的にもそんな余裕もなくなって、はい、でそれでもう日本に戻らなくちゃいけない、それでお二人は遠距離の道を選んだ。そうです、うちの主人本当は1年だったんですけど、うん、結局1年も経たないで、うん、私がカナダから日本に帰るってなって、はい、でそれで主人も、うん、カナダにいてもしょうがないみたいになって、でそれで台湾に戻るって言って。そうなんだ、千尋さんがもう日本に帰るんだったらアメリカより
台湾の方が近いから台湾に帰るみたいな感じでもう早留学を早めて台湾に戻ってこられたんです。そうそうそう、私より1日前に先に帰りました。そうなんですか。そうそうそう、まだまだあと1年以上あったのにって感じ。あとどのぐらいあったのかな、あの 2,3 ヶ月かな。あと 2,3 ヶ月ぐらい 2,3 ヶ月も待てないぐらい。でもそれぞれ日本と台湾に帰られて、うん、そこからも遠距離っていうとやっぱりスカイプとかですか。そうです、テレビ電話で連絡しながら、うん、でもきっと旦那さんそれぐらい情熱的だったらすぐ会いに来られたりとかしたんじゃないですか。それぞれお互いの国に帰ってから、うん、3週間後かな、3週間後に、うん、あの主人は日本に来ましたね。きっとそうでしょうね。いても立ってもいられずにチーローみたいな感じで行ったんじゃないですか。でもやっぱその遠距離みたいなのは1年ぐらい続けた。そうですね、ちょうど1年ぐらいですね。でもそれはやっぱり結婚するっていう目標をだんだん2人で共通に持つのがあったから続いたって感じですか。遠距離大変じゃないですか、台湾と日本でも。そうですね、うん、近いといっても結構遠いは遠いですよね。そうですよね、実際1時間といってもやっぱり ね寝る時間とか考えて1時間も結構大きかったりしますよね。そっか、毎日テレビ電話しながら、うん、ちょこちょこ会いに行ったり来たりしながら、だいたい2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらいのペースですね。千尋さんも台湾に行ったりしながら。そうです、私も台湾に来て、はい、でそれでそうですね、日本、あの主人は日本に行ってみたいな、そんな感じです。そっか、うん、でもその時は台湾に来るたびに、うん、私将来ここに住むことになるのかしらっていう目線で見えるってことですよね。でも一番最初からもご家族を紹介された感じですか。そうです、うん、そうね、紹介された時どうでした。ま、あのコミュニケーションがそんな取れないので、あの、シュートメシ、あの英語が喋れるって言ってもそこまで深くは話せないので、本当にあの挨拶程度で。でもその覚悟が決まったというか、その結婚に向けて私も答えようって思ったきっかけとかありますか。一応中国語は勉強し始めました。あ、日本で日本で日本で、でも全然ダメだったんですけど、やっぱ結婚に向けて自分なりに準備をしようって思われたってことですか。そうです。そっか。ちょっとご主人に伺いたいんですけれども、千尋さんがちょっとよく旦那さんが外に出かけるから怒っちゃって手紙を書いて渡した時はどういう気持ちでしたか。其实我看不太懂他的中文、但是后来我就大概有一两年没有打球，就每个礼拜都跟他出去这样。手紙を受け取って、なんて書いてあるとかわからなかったけど、でもそれがきっかけで2年ぐらい野球に行くのをちょっと休んだりとかして、千尋さんのために、ウェラ千尋。对啊。啊，有一点就是主动帮忙，对啊，就帮忙带小孩。对啊，那时候还没小孩呢。あ、なるほど。その時をきっかけになるべく積極的にお家のことも手伝うようになったそうです。はあ、優しい旦那様、タオラオコン。千尋さんのお話を伺っているとなんだか勇気をもらえるような気がしませんか。慣れない土地での生活に一つ一つ真剣に向き合って、そこで起こる全てのことを愛すれば自分らしい幸せがきっとつかめるはず。台湾で生活する魅力妻の皆さんも自分らしい幸せな日々が過ごせますように。慣れなかった台湾も早13年と、郷に入っては郷に従え、これからも台湾の嫁として頑張っていきたいと思います。